肖像、モーリス・ランジェロンは、フランスの金類学者、生体類学者、古生物学者である、コートドール県のディジョンに生まれた。パリ自然史博物館で自然科学を研究し、1930年にパリ大学寄生中学研究所の金類部門の部長となった。1932年に高等研究実習院の寄生中研究部門の部長代理を務めた。 1942年にフランス国立科学研究センターの研究ディレクターを務めた。1933年からフランス科学アカデミーの会員でエミール・ブルンプとモーリス・ヌ・ブーラメールと学術師アナール・デ・パラシトロジー、ユメーヌ・イ・コンペアリーを創刊した。ランジェロンに懸命された学名として、カエルに寄生する宮中の俗名ランジェローネア、キャバレロ・アンド・ブラーボ・ホリス、 1949や、皮膚史上菌の俗名ランジェローネア・バンブリアス、1950があり、どちらも上記の学術誌に掲載された論文中で命名されている。アトラス・カラリー・デ・プランテイデ・デ・アニモー・デ・コーツ・デ・フランスの図版、ランジェロンは、植物の学名で命名者を示す場合に、モーリス・ランジェロンを示すのに使われる。ありがとうございます。